子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。これ出張用のセカンドシステムなんですが、PC オーディオのシステムです。出張ジャズ喫茶だったり出張ミュージックバーなんか、そういう音楽イベントをですね、その時に使用するシステムになります。ご覧になって分かる通り、スピーカーはタンノイのアーデンマーク2になります。バスレフタイプで、このスピーカーは、クオードのアンプで鳴らしてるんですけど、割とこう重低音が激しかったんで、私がこう求めてたものはこうジャズとかのウッドベースがこう軽やかになる、軽低音でしたから、あまりにも低音が重すぎたので、モデファイっていうか、改造してます。このスピーカーなんですが、まずこのバスレフのダクト、ボール紙でできたものが入ってたんですが、もともと3つですね、3つ、それを取り除きまして、1つ塞いでます。板で塞いでるんですが、あと中のスポンジを剥がして審査レートを新たに貼りました。かなり試行錯誤を重ねて、理想としている低音の形は出るようになりました。あとこのスピーカーの特徴なんですけども、同軸スピーカーなんですよね。ウーハーと、中央の部分もみんなこの中に入ってるんですよね。それで定位がとてもよろしいと。ですからその優位性を壊さない程度でスーパーツイーター入れてます。ほんと鳴ってるか鳴ってないかって感じですね。リボンツイーターです。でもこれつけることによってだいぶ、空気感がよく再現できるようになったと思います。続きまして、これですね、パソコンは MacBook Pro を使ってます。再生ソフトは以前はオーディルバーナー使ってたんですが、今 iTunes に戻しました。オーディルバーナーの方がピュアオーディオっぽい音はしてたと思うんですけど、音良かったと思うんですけど、何回か使ってるうちにこっちに戻った理由なんだろうな、ちょっと大人しすぎたと言いますか、好みですね。使いやすかったと言いますか。それで今 iTunes で再生しています。再生しているソースは全てアナログレコードからアーカイブした音源をパソコンで再生している感じです。自宅にあるアナログ、ヴィンテージアナログシステム、ターンテーブルや古いカードリッジやトーンアーム、トランスなんかを使ってアーカイブした音源をこれで再生しているという形になります。で、このパソコンから、この USB のケーブルを伝ってダックに入るわけなんですが、はい、このダックは、VMV-SM-SL-D1、サンプリングレートが 768kHz までサポートしています。今は384で使用しています。この特徴としては、高性能ダックチップES9038 Pro を2機使っているということで、非常に高音質だということで、以前は RME の Fireface UC、USB タイプの 192kHz までサポートしてたと思います。それを使ってたんですが、その時と環境今違うんですよね。使い方が違うと言いますか、当時はニアフィールドでモニターを鳴らしてたんですが、今の環境ではこちらを使っています。不満点はないですね。特にいい音で鳴ってると思います。この D1 でデジタル信号をアナログに変換した後に、これに入ってるんですけども、これはちょっと見慣れない箱だと思うんですが、カフェオレーベルというところから出してるアマテラス、通称ニーブ君と言われるライントランスですね。中にトランスが入ってて、アナログ信号を一回トランスで遮断して磁気に変えて、また磁気で受け取って、ラインが途中で分断されるってことなんですよね。そこで、ノイズが除去されて吐き出すと。で、これ特注で
ボリュームポットをつけてもらってます。なぜかというと、パソコンで再生してちょっと音量違ったりした時に即座に対応するためです。ちょっとパソコンのボタンだと鈍いんで、これだとファーストです。これをこう回しながら調節します。で、ここアナログで出たものがクオードの405で駆動しています。コンデンサーなど古い部品は新しいものに交換してリフレッシュしてもらってます。あとスピーカーケーブルはモンスターケーブルですね。割と長めに取ってるんで6メートルぐらいかな、ちょっと長すぎかもしれませんが、店いろんな店の規模に対応するためです。以上が私の PC オーディオのシステムの大体の全貌です。これ仮置きなんで、適当な感じで並べてますが、店にここから運んでセッティングして、なるべくいい音で、ヴィンテージシステムを使ってアーカイブした音源などを、楽しんでもらいたいなと思って、そういう活動をしています。それではまた後ほど、さようなら。